はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、寝ても覚めても可愛い奴ら、ズーズーズー、のんきだね。ということでね、今回このガチャガチャやってきました。で、こののんきだねってやつ、まあ、だいぶ前にね、ちょっとやったことがあって、で、今回でね、3回目なんですけども、1回目は2つやってきて、犬とサイが当たって、で、2回目はね、このカンガルーが当たりました。はい。かわいいですね、ほんまに。もうこのシリーズのね、動物たちの顔がめっちゃかわいいんですよ。はい。で、まあ今んとこね、被りなしで、ね、まあこう3匹揃えれてるってことなんで、まあ順調ですよね。で、このシリーズでのね、狙いなんですけども、比較的ね、いかつい動物を狙おういうことで、トラとサイを狙ってたんですけど、1回目でね、まあこのサイが出てくれたんで、あとはね、もうトラだけなんですよね。はい。ということでね、今回もこのトラを狙って、まあね、2つ回してきたんで、どっちかに入ってるやろということで、早速ね、開けていきましょう。はい、じゃあね、1回目ですね。よし、トラ来てくれ。トラ来い。ポン。さあ、何かな？はい、じゃあね、2回目ですね。開けていきましょう。はい。ね、見事に被りましたね。未だに被りなしって言った途端にこうやってね、被っていくんで、もうすぐフラグ回収するんでね、僕。まあね、この結果にめげずに、トラ、狙っていきましょう。よし、来い、トラ、来てくれ！ポン！よっしゃ、来た！トラ来た！やったー！うわ、めっちゃかっこいい！トラの顔。うわ、やったー！まあね、ちょっとね、犬かぶって、絶望してたんですけど、まあ、トラ来たんでね、結果オーライいうことで、はーい、ね、トラの意を狩る狐ならぬ、トラの意を狩る犬、はい。ではね、早速袋から開けて、詳しく見ていきましょう。はい、トラです。はーい。うわ、結構いかついっすね。このなんかしましまがちょっとなんかいかつい感じがしますね。はい。でもね、こう顔をね、よく見てみると、めっちゃ可愛いねんけど。いやー、トラええわ、これ。なんかいかつさと可愛さのハイブリッドって感じでね。うわ、でも、ここ、この角度あかんわ、やっぱり。うわ、めっちゃ可愛い、この角度。もうね、防御ゼロですから、これ。完全にね、目向こう向いちゃってますし、もうどうにでもしてっていう感じでね、もうね、こういう股間をあらわにしちゃってますね。このね、股間丸見えの角度、ね、この角度、素晴らしいんですけど、でもやっぱり僕はね、この顔、この角度が一番可愛くて好きですね。はい、もうほんまに、虎が招き猫みたいになってるいう感じで。で、まあ、もう一個やってね、まあ、ちょっとこう、犬がね、被っちゃったんですけども、まあ、こいつはね、今回出たこの虎のね、意を狩る犬ということでね、まあ、もう袋に入れて大事に保存しておきます。はい。でね、今回当てた虎と、今まで集めたね、のんきだねの動物たち、一緒に並べてみました。めっちゃのほほんとしてますね。もう犬なんかね、これただの死に顔ですからね。ねえ、もうカンガルーもね、なんかすんごい格好で、で、すんごい安らかな顔でね、こっち見てますけど、一体何を伝えたいねん、言うて。トラもね、まあ、これちょっとね、顔わかりづらいんですけど、こうやって見るとね、ただの招き猫なんで。ねえ、でもサイもね、もうこんなでっかい図体してんのに、こんな優しい顔してね、のほほんとしてて。でね、この前足がね、めっちゃ可愛いんですよね。ねえ、もう乙女か、言うて。で、こいつらをね、ちょっと違う角度にしてみると、分娩室。めっちゃシュール。もうね、どう思うとか、いかついとか、かわいいとか関係ないですよ。だってこいつらみんな、防御力がゼロなんで、はい。もうね、自然界じゃ絶対にあっちゃいかんことですよ、これ。どんだけまた開き死ショックやね。はい、今回はね、寝ても覚めても可愛い奴ら、ズーズーズー、のんきだね、3回目をやってきて、
このね、ちょっと被ってしまったんですけども、犬2体目と、で、僕がね、狙ってた、この虎が当たってくれました。はーい、やったー、虎来てくれた。ね、これでね、このいかつい動物2体揃えることができました。で、このシリーズね、まあ狙いはもうね、今回虎が出てくれたんで、もうなくなってしまったんですけども、あとウサギと猫を揃えたらコンプなんで、次はね、コンプを狙ってまた回していきたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。あとサブチャンネルの方もよろしくお願いします。そちらはエンドロールにありますリンクか、下の説明欄のリンクからお願いします。それではまたお会いいたしましょう。竹馬つかさでした。バイバーイ。Wow.